口の皆さんです。2011年からこのお祭りに参加させていただいていた旭川北の大地は今年の3月に解散しチームの活動を終了しました。ですが大好きな神栖ぶっちゃけ祭りにどうしても参加したいというメンバーの思いがあり、神栖ぶっちゃけ祭り限定でチームとして復活し参加させていただきました。神栖ぶっちゃけ祭りへの参加は今回で本当に最後になってしまいますが、精一杯楽しく踊らせていただきたいと思います。それでは旭川北の大地の皆さんどうぞ。会場の皆様こんにちは。北海道旭川市からやってまいりました旭川北の大地です。旭川北の大地、2023年3月解散という形でしたが、最後に作ったのがこの桃園歌という戦うと、これコロナ禍の時ですので、そういった、いろんなものに戦ってやっていこうという旭川北の大地らしさを目指した曲となっております。もう二度とこの演舞をすることはないとこのメンバー一同思っておりましたが、この神栖でもう一度踊りたい、そして今までパートナーとしてやってまいりました旭川千勝太鼓の皆さんと、今日たくさん連れて8名ですね、演舞に加わっております。皆様の目に焼き付けていただいて心に残るような演舞をしてまいります。どうか温かいご声援のほどよろしくお願いします。戸出すように失いし鼓動、絆を胸に光求めて、大地2022演舞桃園歌。はっ！無情に
大きなご声援ありがとうございました。ありがとうございました。残りパレードもう一本あります。後ほどまたご声援お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。旭川北の大地の皆さんでした。